どうも、今月はユニコーンの再販が熱い、サオリマです。今回は赤い彗星の再来の蒸気 HGUC シナンジョを作っていきたいと思います。普通に店頭に並んでいました。2010年キットか、お値段税込み2860円。今現在ではエングレービングの色分けが完璧にされた RG シナンジュがキット化されていますが、組みやすさに関しては HG の方が優れていますよね。あと気兼ねなく触れるのも HG の魅力ですよね。 HGUC ナンバーは116番。ユニコーンのアニメ自体がついこの前放送されたような気がするんですが、このシナンジュももう12年前のキットになります。かなり年代物になりますね。基本的な武装は付属しますが、劇中でも印象的だったロケットバズーカが付属しません。どうしても欲しい方はシステムエポの007、もしくはガンダムベース限定でオプションセットが出ているみたいです。シナンジのデザインは明記。いざオープン。1、2、3、4、5。説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で7枚入っています。4色使用されている色プラランナーが1枚。ランナーは全て2010年製のシナンジュの新規造形ランナーになります。メインの外装パーツ、レッドの質感はこんな感じ。光の反射で結構ツヤ感があるように見えます。ですが普通のプラ材が使用されています。関節フレームや武装類のランナーは3枚。 ABS 素材とは使用されていませんでした。通常のプラ材。ビームエフェクトのランナーが2枚。ポリキャップは2008年製の PC132。 大量のホイールシールが付属。リアルグレードやマスターグレードは作ったことがあったんですけれども、 HG は初めて作るので少し楽しみにしていました。シナンジュスタイルも作りたかったんですが、比較対象でシナンジュが必要だなと思って、こちらを先に今回は作っていきます。カラーガイドはこちら。本体と武装類に使われている色は合計8色。それでは武装類をチェックしていきたいと思います。背面と脚部のスラスターの名称はフレキシブルスラスター。シナンジュ専用に開発されたビームライフル。前腕部に収納装備されているビームサーベル。高出力のビームアックスはシールド裏面に装備されていて、2機のビームアックスは連結することでビームナギナタとしての使用が可能。ビームアックスの他にグレネードランチャーも装着可能なシールド。ちなみにグレネードランチャーはビームライフル重視の下部に取り付けることも可能となっております。こちらがパーツリストになります。全て新規造形ということもあり、余剰パーツは出ない作りとなっていました。それでは組んでいきます。完成後に RG のシナンジュや MG のシナンジュと比較しながら見ていきますんで、最後まで見てもらえると嬉しいです。あとグッドボタンもお願いします。まずはボディから。頭部根元はワンパーツのボールジョイント。腕パーツ根元の関節フレームはジッグ、ポリキャップで接続。動力パイプに軟質素材とは使われていません。普通のプラ材。襟パーツはワンパーツ。側面外装パーツは2パーツで成形色による色分け。ボディ完成しました。エングレービングに関しては綺麗にディティールが入ってはいますが、色分け再現はされていません。大量のホイールシールが付属します。貼ったとしても結構時間がかかりますし、時間が経つと経年劣化で剥がれてきちゃいますよね。それでは稼働する箇所からチェックしていきます。腕パーツ根元の関節フレームは若干ではありますが引き出すことはできます。頭部根元はボールジョイントで若干ではありますが前後に稼働。胸部の稼働は特に入っていませんでした。あと合わせ目箇所があるかどうか見てはみたんですが、特に合わせ目らしきものは発生しませんでした。素晴らしいですね。続いて頭部。マスクパーツは別パーツか、バルカン部分はマスクパーツにくっついていました。モノアイはグリーンのセンサーシールが付属。参考までにモノアイのセンサーシールを貼ってみました。モノアイの部分が丸くなっているので少しシールにシワが出てしまいますが、見た目に違和感はないかなと思います。外装パーツは挟み込むタイプ。頭部完成しました。対象年齢が8歳以上ということもあり、かなりごつい安全フラッグがついています。造形は申し分のないシナンジュヘッドにはなってはいますが、バルカン部分は色分けが必要になってきます。あとチラ見えするグリーンのモノアイは特には稼働はしません。固定タイプ。後頭部にはパックリ割れた合わせ目が発生。この丸モールドの内側もグレーで色分けが必要になってきます。頭部をボディにドッキング。ボールジョイント。エングレーミングの色合いは足りてはいませんが、この時点でめちゃくちゃかっこいいですね。続いて肩アーマー。肩パーツはモナカ。肩アーマー側面のスラスターもちゃんと別パーツ化がされています。このパーツはアクティブショルダースラスターという名称になっています。肩アーマーの構造はこんな感じ。外装パーツは挟み込む。上部に外装パーツを重ねることで合わせ目が出ない構造。肩アーマーはこれで完成。外装パーツに関しては特に合わせ目は発生しない作りとなっていました。見えにくい箇所でありますが、肩の関節フレームに一部合わせ目。続いて腕部。肘関節はこんな感じ。特に二重関節にはなっていません。前腕部に肘関節を接続し、外装パーツで挟み込む。動力パイプのパーツは嬉しいパーツ分割による色分け。袖のエングレービングを装着。ハンドパーツは3パーツ構成で、拳と武器持ち手、握り手の3種類が付属。ハンドパーツはボールジョイントとポリキャップで接続。二の腕外装パーツは1パーツ、軸とポリキャップで接続。肩アーマーも軸とポリキャップで接続。曲線が美しい腕部完成しました。合わせ目からチェックしていきます。
します。肘関節は特に合わせ目は発生しません。前腕部内側にまっすぐ合わせ目が発生。上腕部側面には目立つパーティングラインが発生。続いて可動域、肩アーマーは若干スイング、アクティブショルダースラスターも上下にスイング、二の腕から下はロール。肘関節は二重関節にはなっておらず、限界でこのぐらいまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動はしますが、エングレービングのパーツが邪魔をするので多少可動域が狭くなっています。上半身が整ってまいりましたので、腕パーツをジグとポリキャップで接続、反対側もドッキング、上半身完成しました。 H 字にしてはかなりサイズ感はありますが、パーツ点数は控えめで結構サクッと組むことができました。エングレービングの色分けはもちろんのこと、スラスターのイエローやあとグレーのパーツも結構足りない箇所が多数ありますね。続いて足パーツ、 HG ではありますが関節リムがしっかりと入っています。あとは外装パーツをはめはめ、パーツ分割による細かい色分けがされています。これで足パーツは完成。フレームの一部に合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理、足裏は別パーツ化されていて肉抜き穴などは発生しません。細かいディティールが入っています。続いて脚部、関節フレームは二重関節にはなってはいません。かなりシンプルな作り。膝アーマーのエングレービングのパーツは2パーツ構成で、中央にパックリ合わせ目が発生。膝関節を太ももに接続、外装パーツは前後で挟み込む。モナッカ、膝下外装パーツ内部の作りはこんな感じ。結構敷き詰まってはいますが、かなりシンプルな作りとなっています。外装パーツで挟み込む、ふくらはぎ外装パーツの内側には小さいバーニアスラスター、軸とポリキャップで接続、正面に外装パーツを装着、合わせ目が出ないパーツ構成、側面にはフレキシブルバーニアスラスター、スラスターは別パーツ化されていて合計3つ、側面に軸とポリキャップで接続、膝関節も軸とポリキャップで接続、足パーツはボールジョイントとポリキャップで接続。脚部完成しました。合わせ目からチェックしていきます。太もも外装パーツはモナカ構造でまっすぐ合わせ目が発生、膝関節もモナカ構造でぐるりと合わせ目が発生、膝アーマーブラックのパーツの中央に合わせ目が発生、膝アーマーから下は特に合わせ目は発生しませんでした。続いて可動域、横ロールは特には入っていません。膝関節は二重関節になっていて、このぐらいまで曲げることができます。ここの膝関節の軸が折れそうで少し怖いですね。足首の関節は前後に可動、足パーツはボールジョイントで柔軟に可動、ふくらはぎのスラスターは上下に若干可動、側面のフレキシブルスラスターは RG だと結構立体的に動いてはくれていましたが、シンプルな軸とポリキャップの接続なので結構動かしにくいですね。少し浮かして後ろ側に倒してみたらこんな感じになります。 HG ということもあり、裏打ちとはされていないので裏面が見えたら少しチープに見えてしまいます。続いて腰部、関節フレームはこんな感じ。股関節根元はボールジョイント、フロントアーマーは左右でワンパーツ、イエローのスラスターは色分けがされています。よくある中央でカットできそうなタイプ、アルティメットカット、カットしても問題はありませんでした。独立して稼働、リアーマーには関節フレーム、ハイグレードにしては珍しくかなり細かいディテールが入った裏打ちがついています。リアーマーもセンターでカットできそうなタイプ、アルティメットカット、問題なくこちらも独立して稼働。サイドアーマーは4パーツ構成、スラスターのイエローのパーツとバーニアはちゃんと別パーツ化がされていました。サイドアーマーは軸とポリキャップで接続、動力パイプはフロントアーマーとリアーマーにボールジョイントで接続。かなりパーツ点数が多い腰部完成しました。思いのほかスラスターイエローのパーツ分割による色分けがかなり細かくされています。合わせ目箇所等は特には発生しませんでした。フロントアーマーとサイドアーマー、リアーマーは独立して稼働、アーマー裏はフロントアーマーとサイドアーマーは裏打ちやディティールは入っていません。リアーマーのみ裏打ちが入っていました。また下にはアクションベース用の 3mm ジョイント穴、ポリキャップになっています。股関節の根元はボールジョイントで、特に可動のアシスト等は入っていません。下半身整ってまいりましたんで、ボールジョイントとポリキャップで接続、反対側もドッキング、下半身が完成しました。プロポーションがとてもいいのと、あとマッシブなデザインがとてもかっこいいですね。あと足裏の接地面積も広いため、かなり安定して立たせることができます。下半身と上半身が整ってまいりましたんで、ボールジョイントとポリキャップで接続、バックパックはついていませんが、とりあえずの本体が完成しました。エングレービングの色分けは確かに足りてはいませんが、そこを除けばかなり完成度の高い作りになっていますね。続いてバックパックと武装類作っていきたいと思います。バックパックのフレキシブルスラスターになります。骨格フレームはかなりディテールが細かく入っています。外装パーツをスライド、スラスターノズルをスライド、さらに外装パーツをスライドするサンドイッチ構造、上下外装パーツは軸とポリキャップで接続、上と下の外装アーマーは大きく展開することが可能、フレームの一部に合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理がされていました。プロペラントタンクは2パーツ構成、モナッカ、ボールジョイントとポリキャップで接続、フレキシブルスラスターの接続にはジョイントパーツを使用、バックパックの側面に軸とポリキャップで接続、反対側もドッキング。これでバックパック
く意識が完成。多少合わせ目が出たりはしますが、かなりボリュームがある作りとなっています。本体への接続はピン1本、軸とポリキャップで接続。バックパックはかなりボリュームがあるので、ピン1つの接続だと少し不安でしたが、しっかりと保持をしてくれます。あとバックパックを装着しても問題なく自立をさせることができるのが素晴らしいですね。2010年製とは思えないほどクオリティが高い作りになっていますね。めちゃくちゃかっこいい。最後に武装類を組んでいきます。まずはビームライフル、モナッカ。スコープ部分はパーツ構成が細かく、かなりクオリティの高い作りになっています。内側にはホイールシールのグリーンを貼っていました。本体はモナカ構造になるので、ぐるりと合わせ目が発生。続いてシールド、シンプルな2パーツ構成。ネオジオンのエンブレムは一応ディテールが入っています。あと裏面にはビームアックスを装着することが可能。凹凸があるので、しっかりと位置を固定することができます。あと先端に取り付けるグレネードランチャーはモナッカ。裏面に武装を装着してみたらこんな感じ。かなり密度感がありますね。あとビームサーベルの塚が2本付属。これは全マムに収納することはできません。あとシールド裏のビームアックスとは別に手持ち用のビームアックスが2本付属。このビームアックスは中央で連結し、ビーム投げなどを再現することも可能となっております。HGUC シナジュ完成しました。付属品見ていきましょう。ビームライフル、シールド、ビームサーベルが2本、ビームアックスが2セット、ビームアックスのサーベルエフェクト。ハンドパーツは右手の武器持ち手、握り手、左手の握り手。本体に装着しているのは拳の全3種類。武装の接続ジョイントパーツが2つ。以上になります。余剰パーツは発生しません。詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から。頭部根元はボールジョイントで接続。少し時間が経ったらかなり緩んできました。頭部根元は前後に可動。上を見上げるとこのぐらい、顎を引くとこのぐらい。横へのひねりも見ていきます。襟パーツに干渉するかとは思いましたが、内側で1回転させることはできました。胸部に可動は入っていないので、前後に動かすことはあまりできません。上半身のひねりも見ていきます。動力パイプ同士が干渉してしまうため、このぐらいまでしか回せません。腕根元の関節フレームは前方に若干ではありますが動かすことができます。上下にも若干ではありますが可動。腕の開きも見ていきます。まずは肩アーマーから。肩アーマーはもともとあまり動かないこともあり、限界でこのぐらい。腕も大きく開いて見ていきます。肩アーマーがあまり上がらないので、腕もこのぐらいが限界。足の開きも見ていきます。股関節にまたはボールジョイントとポリキャップ。フロントアーマーやサイドアーマーは思いのほか大きく上がりますが、股関節の元がボールジョイントということもあり、足はあまり大きく開きません。このぐらいが限界。続きまして、当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさせてみていきたいと思います。フロントアーマーはかなり大きく跳ね上がってくれます。可動域はそこまで広くはありませんが、基本的な動きはそつなくこなしてくれます。HG シナンジの膝立ちが整いました。膝はよく曲がってくれるんですが、プロポーションがいいせいか膝下がかなり長いデザインとなっていました。2010年前後のユニコーンのキットに多いんですが、腹部と胸部に可動が入っていないので、前方に上体を起こすことができないんですよね。ちなみに RG シナンジは胸部に可動が入っているので、若干ではありますが前方に倒すことができます。続きまして、武装類を持たせてポージングを取らせていきたいと思います。まずはビームライフル、専用の武器持ち手ハンドパーツに凹凸でカチッと固定。さらにシールドの裏についているグレネードランチャーを外装パーツの一部を開いて、ビームライフルの下側にドッキングさせることができます。本体に装備させてみました。保持力は一切問題はありません。安定して持たせることができます。あとスコープのパーツを外して、専用のジョイントパーツを使用することでリアーマーに安定してマウントをさせることもできます。続いてシールド、アックスにビームエフェクトを取り付けることも可能。ビームアックスは先端にパーツを差し替えることができ、なぎなたタイプのビームエフェクトを取り付けることもできます。前腕部のジョイントパーツはよくある軸が2つあるタイプで、シールドの角度を変更することができます。側面にシールドを装着してみました。安定して固定されます。シールドの向きを変えてみました。この向きもかなりかっこよく決まりますね。続いて手に持たせるタイプのビームアックス、握り手ハンドパーツでしっかりと固定されます。保持力も問題なく両手で持たせることができます。連結してビーム投げ方にしてみました。やはり長さがあってかなり迫力がありますね。特に保持力も問題なく片手で持たせることができます。最後にビームサーベル、ハンドパーツに凹凸とはありませんが安定して持たせることができます。ロケットバズーカは付属しませんが、武装類が豊富で面白いキットになっていますね。
続きましてシール補填と塗り絵箇所をチェックしていきます。大量のホイールシールが1枚不足、エングレービングのシール補填が多すぎるためそれ以外に矢印をつけています。色分けが大変な印象のシナンジュですが、エングレービングを除けば塗り分けが必要なところは数箇所で、パーツ構成が優秀な作りをしています。2010年のキットということもあり、合わせ目箇所が多数あるので、合わせ目処理をして全塗装するとなるとかなりの労力が必要になりそうでした。簡単なディティールアップはしやすいキットなので、工作や塗装の練習にはもってこいのキットだと思います。続いて関連キットと比較してみていきます。まずは HGUC の6年後の2016年にキット化された RG シナンジュ。外装アーマーにはグロスインジェクション成形が使用され、エングレービングのパーツにはメッキパーツが使われていたりと、外見はとても高価でシナンジュに合った質感と色合いをしていますが、内部フレームは RG ガンダムマーク2のアドバンスト MS ジョイントを無理に流用しているので、パーツのポロリが止まらないことで有名です。あとフレームがくねくねしすぎて自立させるだけでも苦労します。サイズ感は HG と RG は同じぐらいですが、外装パーツの展開ギミックのせいか RG の方が大きく見えてしまいます。仁王立ちした状態は HGUC の方が安定してかっこよく決まりますが、外装の細かなデザインや背部や脚部のフレキシブルスラスターの展開ギミックなど、やはり RG の躍動感のあるギミックはかっこいいですね。半々でプロポーションを比較してみましたが、腰の位置から頭部の位置までほとんど同じでした。いつかは RG フリーダムバージョン GCP のように内部フレームを新規で作り直した RG シナンジュリニューアル版を出してもらいたいですね。参考までに MG シナンジュとも並べてみました。 MG のみロケットバズーカが付属したキットが2013年にアニメ仕様として出し直されています。 RG もロケットバズーカはプレ版の拡張セットに同梱していたりと入手が難しいので、マスターグレードが唯一一般販売で入手できるキットになります。頭部の比較画像も作ってみました。 MG もエングレービングはシール対応のため、パチ組でエングレービングを楽しめるのは RG のみになります。MG と HG では頭部バルカの色分けがされていませんが、 RG はパーツ分割による色分けがされています。ひさしの角度やデザインはどのグレードもほとんど変わらないので、キットとしての完成度が高いのはやはり RG だと思います。ですが RG は関節フレームが死んでいるので少し手を加える必要がありますね。続いて参考までに袖付きのキットで並べてみました。大きさはローゼンズールよりやや小さいぐらいで、やはりクシャトリアがかなり大きさがあります。3機とも同年代にキット化されたこともあり、関節の接続方法などかなり似通った構造をしていたり、エングレービングの塗り分けがとにかく大変なキットばかりになります。この3つのキットを塗装するだけでもかなりスキルアップができそうですね。最後に参考までに連邦軍のキットと並べてみました。袖付きのキットと比べたら小さく見えましたが、連邦軍のキットと比べたらシナンジュが少し大きく見えます。設定でも 23m 程度ある大型機体なだけのことはありますね。はい、今回は HGUC シナンジュを作ってみました。エングレービングの色分けはされていませんが、プロポーションがとても良く仁王立ちがかっこよく決まります。付属の武装類も豊富で、ビームライフルを構えたポーズからビームナギナタやアックスまで付属するので、ポージングがとてもはかどりました。欠点はエングレービングやロケットバズカが付属しないほか、12年前のキットなので可動箇所が少なく、ポージングが硬くなりキレを出すのが大変でした。この大きさと付属品で2800円程度で購入できるので、コスパはとても良いキットだと思います。Amazon とかでもよく定価で見かけるので買いやすいのも嬉しいですね。他の生産数が少ない量産機のキットもエース機みたく大量生産されることをバンダイ様にお祈りしながら、この辺で締めさせていただきます。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。